今からシーズニングやっていきたいと思います。綺麗に洗った鉄板に水を状態で煙が出るまで加熱ですね。なかなか煙が出ませんけど、この辺の鉄の色がちょっと変わってきましたんで、もうそろそろ出るかと思いますんですけども、煙が出ません。残念でした。これほんまに出んのかな。煙出えへんけどな。なんでやねん。状態で一回火を止めて冷ましていきますんで、一回水で洗いまして再度加熱します。野菜が焼き上がりましたので、ちょっと鉄板をきれいにして目玉焼きを焼いていきたいと思います。油を乗せてと、ベーコンがこんな感じで焼けてきましたので、塩コショウ、それから水を、美味しそうにできましたね。この蓋はダイソーでステンレスのこのトレーですね、トレーを買ってきまして、穴開けて取ってつけただけなんですけども、ちょうどこんな感じで、サイズ的にはこう若干小さいんですけども、まあ普通に買うよりは全然それなりの蓋に出来上がってますので、いいんじゃないかと思います。これです。シーズニングが終わりました。